何やら背中に感じる柔らかい感触に目が覚めた。首を後ろに回してみると、可愛らしい寝息を立てて寝ている彼女が俺の背中に張り付いて寝ていた。俺の名前は春、来年就活を控えた大学3年生だ。俺には大学に入ってからできた恋人がいて、名前は愛。クールで本好きな可愛い彼女だ。愛は俺にとって人生初めての彼女で、今年で付き合って3年目となる。3年目ともなると、初めの頃にあった初々しい雰囲気はなくなって、かなり砕けた態度で接するようになっていた。はるくん、髪がボサボサになってる。今日はデートでしょ？ちゃんとかっこよくしてきて。最近では一人暮らししている俺の家で半同棲を始めている。そんな彼女だが、付き合ってから一度も俺に甘えてきたことがない。もともとクールな性格だから甘えてこないのかもしれない。しかし彼氏としては、はるくん大好きみたいな感じでイチャイチャしたいじゃないか。それを友達の青に言ったら、ただのバカップルじゃねえか、そんなカップルは爆発しろと呆れた顔で言われた。確かにその通りだわ。そんなある日のこと、愛とベッドで寝ている時、背中に感じる柔らかい感触に目が覚めて振り向くと、愛は俺の背中に張り付いていた。しかも、めちゃ匂いを嗅がれていた。この時は起きように起きれず寝たふりをしていたが、あんまりにも彼女が可愛かったから笑いをこらえるのにこっちは必死だった。その日を境に俺が寝ていると、はるくん起きてる？起きてないか、よしと、そんなことをつぶやき、寝ている俺に抱きついて匂いを嗅ぐという奇行を繰り返していた。その間寝たふりをしている俺はなんだか幸せな気分だった。それにしても、どうして愛は俺が寝ている時にだけあんなことをしているのだろうか。匂いフェチというやつなんだろうけど、それなら言ってくれればいくらでも嗅がせてあげるのに。気になった俺は、次に愛が寝ている俺に抱きついてきたら寝たふりをやめて聞いてみることにした。よし、寝てるね。愛は今日も寝ている俺を発見した後に、寝ているかどうかを確認してから背中に顔をうずめて匂いを嗅いできた。俺は予定通りそのタイミングで声をかけた。なあ、愛さんや。あれ、ちょっと愛さん。まさか匂いを嗅ぐことに集中して気づいていない？それから数分後、我に帰った愛はダットのごとく逃げ出して、今は布団の中で籠城していた。なあ愛さんや。やめて、話しかけないで。まさか春が今まで起きてたなんて、恥ずかしすぎてもう顔が見れないよ。まあ俺は気にしてないからさ、とりあえず布団の中から出てこいよ。いや、本当は私のこと匂いフェチの変態だって思ってるんでしょ。もう無理、死ぬ。全然そんなこと思ってないから。よし、わかった、俺も恥ずかしいことを告白するよ。実は俺足フェチなんだ。いつも愛の足を舐めるように眺めてるんだ。それは知ってる。あれ、ようやく布団から出てきた愛はやっぱり恥ずかしそうに視線をさまよわせていた。それで、なんでいつも俺が寝ている間にあんなことを言ってくれればいくらでもやってくれていいのに。だって恥ずかしいし、変態だって思われたくなかったから。だからこんなことで変態だなんて思わないよ。匂いフェチなんて普通のことだと思うし。本当に運動した後の汗の匂いとか、蒸れた足の匂いが好きでも？ごめん、思ってたよりも高度すぎた。こらー、やっぱり死んでやる。そう言って愛は再び布団の中に潜ってしまった。普段はクールな愛が実は高度な匂いフェチだったとは。付き合って3年も経つのに、まだまだお互いに知らないことだらけだなと俺は苦笑を浮かべた。なあ愛さんや。今話しかけないで。今日どっかデート行くか？行く。今日も俺の彼女はとても可愛かった。